からなんかさらになんか美濁音使おうとしてなんか気分良さそうに歌ってたじゃん。ディスってるディスってる。そういう曲ちゃうんこれ。え、ちゃうんこれ、うん、そういうのを歌ってみたら俺聞きましたよ、だってこれニコニコ動画で。え、ケンタさん、今は鼻大丈夫なの？まあ、もうバッチリです、ね、本当、うん、もうバッチリって感じだ、うん、今え、じゃあこれ何、ブリッコしてるつもりなかったの？うん、今ちょっと歌ってよじゃん。ちょ、うざい。おい、ダメダメダメ。この流れは来てしまうね。歌ってほしいよね。あ、前出てよ、ほら、前出てよ。ブリコなのかどうか。ブリコなのかどうなのか。そういう無茶ぶりは本当よく。前出ないよ、とりあえず。ほら、とりあえず前出ない。1周年なんだからね。サービス、サービス。1周年なんだから。サービス。1周年なんだから。え、アカペラなの？やったな。はい、この野郎。か準備はええか？やったな。これ、アカペラなんですか？アカペラや。ワン、ツー、ワン、ツー、はい。さあ、これもブリッコの一部の演出なんでしょうか。いやあざとい。あざといですね。あざといし、あの、うん、みーちゃんはいつ喋るターンが来るの、これ、あ、もう言葉になんないじゃないですか、みーちゃん。ちょっと喋ったからもう大丈夫、ね、ビビるぐらい喋ってた、大丈夫。もう間に挟まれてどうしよう、この空気みたいになっちゃってるね、本当に。ほら、まだでも事件がさ、1個しかみーちゃん出てきてないからな。そうなんですよ。そうだね、まだあるかもしれない。まだあるかもしれない。まだあるかもしれないかもしれないんですけど、なんとですね、ここで、またじゃあ戻りますかね、年表に。はいはい、年表戻りましたということで、はい、こちら事件10まで振り返っていきました。そしてですね、ここからまた年表次に行きたいと思います。年表ドン。ここからもうですよ、皆さん、バンバン活動が激しくなってらっしゃいます。最近じゃないですか。最近だね。夏の、ね、出来事ということで、この中でもね、すごく皆さん思い出に残ってる出来事もあると思いますが、まだまだ年表続きます。ドン。はい、今度の年表これ。あれ、はい、皆さんね、赤いのない、事件がない。ルート5といえば、もう皆さんそれぞれソロの活動も頑張ってらっしゃるということで、それが一つの見どころでもある。さあ、これ打足さん、これなんかすげえざっくりとした説明になっちゃってますけども、あの、僕ソロのアルバムだよ、この時期。打足キングダム、キングダム、なんか打足さんが王国作っちゃったみたいな。打足キングダム、完全にそれテニスできる中学生になってるじゃん、あれ。やったー、コーラ恒例みたいな感じになってる。これね、なんだろうね、なんでこれだけにしたんだろうね。まだあったよね、もうちょっと尺あったよね、これ。いろんなのがあると思うんですけどね、これ、はいはい、皆さんそれぞれなんかこれ言っておきたいということありますか、ソロの活動でね、この空気で言うのも大変かもしれませんけども。そうですね、僕はい、12日にね、おかげさまでソロメジャーデビューさせていただきました。ありがとうございました。すごい、ね、本当にすごい。絶賛ありがとうございます。絶賛発売中なんでね、ぜひ買ってください。拍手弾幕すごいですよ、おめぽよ。あと、そう、今日ですよ、はい、今日あのテレビ朝日さんのドヤ顔サミットのエンディングテーマになっておりますんで、見れないね。俺も録画してくの忘れてた。誰かに見せてもらう。頑張ってね、あの、はい、見せていただいて、ぜひ見てください、生放送の皆さん。知ってるパチパチとね、来ております。ポコダさんの活動のお話来ましたけども、みんな知ってた方がいいんじゃないの、一人。うん、せっかくなんで ね、ソロでも活動できるのがルート5の見どころの一つ、うん、皆さんそれぞれじゃあ順番に行きますか。じゃあこう、今ポコダさん来たんで、ザさん、キングダムのさっきのでいいの？どうなんでしょうね、なんか今あれが言っておきたいことはあるでしょう。はい、俺ね、キングダムっていう、もうあのこの世で一番面白い漫画があるんだけど、これのアニメ化されましてね、そちらの方のエンディングテーマ第3弾に私打たせていただこうとなりまして、で、あの、そうそう、これがね、あの流れるのが1月7日からで、あのシングルの発売が1月30日ということでね、皆様さんはぜひあの ご予約の方をね、あのしていただきますと私大変あの助かります。お願いします。お願いします。はい、はい、ダソクさん、ありがとうございます。じゃ、コマン君もね、なんか、僕はですね、オルゴールの編曲のアルバムを出しまして、ドワンゴさん、DME さんから出させていただいて、いつもピアノのアレンジなんですけど、今回オルゴールっていうちょっと癒し系の音楽に挑戦いたしまして、ね、これから寒くなる季節とかお勉強の時にね、少しでも聴いていただければと思いますので、まだ多分ね、あのポチッとネットで探せばあると思いますので、皆さんよろしくです。ありがとうございます。もうせっかくなんで、みーちゃんも、はい、もう入稿終わったんですけども、7シリーズの 72.5 というマイホビーという CD をね、作ったので、今現在絶賛アニメーさんと3さんで予約してますので、皆さんよかったらポチってくれたら嬉しいです。
だんだんみんな声が小さくなっていく。ありがとうございます。じゃあケタン、僕だけ全然関係ないよね、これよく見たらね。いやいや、これも立派な活動ですよ。まあ、僕芝居もやってるんですけど、うんうん、まあ1月31日と2月4日に芝居がありますと。まあ、もう一つこれてか、これあれなんですか、これが告知の時間なんですか。いや、そうじゃないけど、せっかくなのでね、みんなどういう活動してるか改めて、今日初めて言うんですけど、お、僕も初めてアルバムを作りました。なんと、まあ1月なんで、僕の誕生日1月9日なんですけど、まあ1月、その1週間後1月16日からということで、全曲、和のアレンジになってまして、で全14曲うちオリジナル曲がいますと。でジャケットがなんと12種類、これ何かっていうと、こう冊子じゃないですか普通って、こうペラペラってめくれるじゃないですか、こう1枚ずつになってるの。だからこうジャケットを入れ替えられるの、好きなやつにできるってこと。で その12曲全部の楽曲に自分がイメージしたこう世界観をこうお化粧とかしてこう作ったっていう。今日から本日8時から、スリーさんで予約が開始でございますので、8時あと5分ですね、はい、5分後、あと5分でございます。頑張ってたもんね、撮影とか、はい、そんな5人が集まった、はい、ルートファイブの4枚目のシングルがおかげさまでオリコンウィークリー9位と、はい、ありがとうございます。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 皆さんそれぞれソロの活動、素晴らしい活動でございます。じゃあ年表戻らせていただきまして、続いての年表があるのかな、はい、お願いします。はい、あれ、ね、ラジオない、なくね、あれなんか次回のなくね。はい、まあね、最近の事件なのでね、もう皆さんも知ってるだろうということで、もう忘れてるんじゃないかというところから掘り返させていただきましてという感じになります。で、これも最近のお話、はい、僕と喜劇勇者リリースということで、まあ活動もね、もう皆さんもうすごいことになってるというか分かったと思います。5日でこの後事件って、事件、もう事件といえばもうこれしかないですよ。はい、じゃあこれしかない、お願いします。元気出して、事件分かった、あれ、ということで本日なんと12月14日金曜日、ルート5デビュー1周年。じゃあ、もうこれについてちょっとみーちゃんが喋るしかない。だってみーちゃん告知だけしに来たみたいになってるから、こちらだけ。みーちゃんちょっと俺のコメントをちょっと真ん中で頑張れ。どうぞ。嬉しいね。まあ、このね、トークボキャブラリーのなさがね、すごい定評があるみーちゃんなんですけども、こう楽しい仲間とね、一緒にこう1周年を迎えられてね、すごい嬉しいです。はい、あとやっぱこうね、ポコタンもね、俺がなんか喋ることあんまなかったんで喋らせてくれて、すごい優しいなと思いました。ありがとう。いいえ、うん、ありがとう。はい、みーちゃんでした。拍手。なんかそう、せっかくみーちゃんが真ん中で喋ってくれてるのに、メンバーそれぞれあっち見たりこっち見たり、もう全然ああ行ったり来たりしちゃってましたけど、これね、年中です、ね、AB 型と O 型しかいないもんね。そうだね、O 型、O 型、 AB 型変態と、はい、天然そんなね、うん、なんかそんな感じに分かれてるよね。素晴らしい、楽しい仲間と一緒にやってきたビートファイブが本日デビュー1周年ということで、本当に改めておめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、ルートファイブデビュー1周年年表振り返りトークのコーナーでした。さてさて、そんな事件だらけの濃密な1年を過ごされたルートファイブの皆さんですが、改めて、このまま終わりというわけにはいかないと思うんですけども、だいぶ喋ってきましたけどもね、はい、まあ、いっぱい喋ってきたということはですよ、はい、ということは、ということはここニコファーレですよね。ニコファーレって、まあ、何をするところかって言われたら、まあ、パフォーマンスであったり、まあね、踊りであったりですとか歌であったりですとか、はい、お、何枚脱げばいいんだい別にそんなパフォーマンスはここじゃなくて、ね、二次会の会場とかね、そういうところでやっていただきたいからね。さあ、ということで、もちろんここからは皆さんね、お待ちかねのミニライブパートをやっていただきたいと思います。さあ、それではルートファイブの皆さん、よろしくお願いいたします。はい、このテンションで歌うのか、このテンションで、トークから大丈夫なのか、トークからのライブって初めてだね。そうだね、私もね、後ろの方からしっかりと見守らせていただきますよ。ニコファーレで歌うって、なんか